私にぴったりのエステなんだなっていうふうに、まあ、自分に合ってるっていうですね、自分にとって価値があるっていうようなものに感じていないっていうケースがやっぱ圧倒的に多いんですね。じゃあなぜですね、お客様に合ったものがちゃんと提供できていないのか。はい、皆さんこんにちは、エステ王子です。今回はカウンセリング契約率の9割はあれで決まるということについてお伝えしていきたいと思います。このチャンネルではですね、エステ王子のサロン経営ノウハウ、カウンセリング、物販、リピーター作り、サロン開業、こういったことについてお伝えしております。それからですね、エステ王子の日本一のエステテクニックもご紹介しておりますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。はい、ということで今回はですね、カウンセリングの契約率についてね、お伝えしていきたいんですが、ぜひですね、カウンセリングの契約率をアップさせたいっていう方は最後までしっかり見ていただきたいと思います。ということで、カウンセリングのですね、契約率の9割に影響するものとは何なのかっていう話なんですけれども、そもそもカウンセリングっていうのは最終的にですよ、お客様にご契約をしていただくための流れをちゃんと作っていくっていうことがまず一つのポイントだと思うんですね。カウンセリングって大きく分けるとですね、こう3つに分かれると思います。まあ、いわゆるですね、プレカウンセリングが一つ目ですね。それからインカウンセリング、いわゆる体験をするっていうこのカウンセリングですね。でそれから最後にアフターカウンセリング、いわゆるクロージングっていうのがあります。この3つの流れ、まあ、細かく言うとですね、ポイントはたくさんたくさんたくさんあるんですけれども、ほんと大きくざっくり考えていくとです、このですね、3つに分かれるという話なんですね。じゃあですね、この3つ、プレカウンセリング、インカウンセリング、アフターカウンセリングですね、この3つの中でカウンセリングの契約率に影響を及ぼすものはどれなのかっていう話なんですけれども、例えばですね、これね、よくある質問なんですけれども、クロージングがうまくいきませんと、クロージングが苦手なので契約率が上がらないんですとか、クロージングが苦手なので単価が低いんですみたいなことをおっしゃるね、サロンオーナーさん結構いらっしゃるんです。もちろんですね、そのクロージングっていうのはすごく大事な要素なんですね。ただ最終的にですね、お断りされるっていうことはほとんどの場合ですね、お客様に価値あるものを提供できてないと。要はお客様が自分自身の中で、あ、私のための提案だなとか、私にぴったりのエステなんだなっていうふうに、まあ、自分に合ってるっていうですね、自分にとって価値があるっていうようなものに感じていないっていうケースがやっぱ圧倒的に多いんですね。じゃあなぜですね、お客様に合ったものがちゃんと提供できていないのか、お客様が価値を感じるものに対して提供できていないのかっていう話なんですけれども、これは全てですね、プレカウンセリングとインカウンセリング、この2つなんですね。ここでのヒアリングが大きな影響を与えるという話なんですね。なので、まあ、今回ねお伝えしているその契約率の9割に影響を与えるものっていうのは、このプレカウンセリングとインカウンセリングなんですね。ここで約ですね、8割から9割、まあ、決まってるって言っても過言ではないという話なんですね。なのでこのプレカウンセリングとインカウンセリングがしっかりとできていない中でですね、クロージングを一生懸命やってもですね、契約には至らないということになるんですね。逆に言うと、このプレカウンセリングとインカウンセリングさえしっかりできていれば、クロージングもスムーズにいくという話なんですね。プレカウンセリング、インカウンセリングですね、ここがうまくできていない中で、ね、何度も言いますけど、クロージングをこうやったとしてもうまくいきませんし、むしろですね、これね、お客様が押し売りをされたみたいな風に思ってしまうケースがあるんですね。なので何がね、とにかく大事なのかっていうと、お客様にぴったり合ってるっていう提案をすることがまず大事なんです。でそのためにはプレカウンセリングでお客様の情報をしっかりとヒアリングするということが大切なんだということがまず大前提であるわけなんですね。じゃあですね、お客様のですね、どんなことをしっかりとヒアリングすればいいのかという話なんですけれども、まあ、そもそも基本的なところで言うと、まずはお客様ってどんな悩みを抱えているのか、その悩みがどれぐらい深いのか、そしてその悩みがあることによって今どんなことで不満を抱えているのか、じゃあその不満をですね、いつまでにどうしていきたいのか
ていうこの流れなんですね。ここのヒアリングがまず大前提としてできていないとですね、制約率っていうのは正直なかなか上がっていかない。これなぜかっていうとですね、人っていうのはですね、悩みが強ければ強いほど行動を起こします。目的が明確になればなるほど行動を起こすと。そして悩みと目的、この差が大きければ大きいほどですね、エステをやってみたいとか、エステやろうかな、ね、自分の悩みをなんとかね解決していきたいなっていう行動に起こっていくわけなんですよね。なのでしっかりとこう悩みの深掘りをやってですね、そして目的をしっかり聞いていくと、ここがとにかく大前提でですねできていかないと、最後のですねクロージングでお客様に合った提案にはならないと。でさらにですね、あった提案って何なのか、例えばですねサプリメントをご提案するとか化粧品をご提案するっていうことがあると思うんですけれども、それってじゃあなぜサプリメントを提案するのか、なぜこの化粧品を提案するのかっていうのが出てくるわけなんですね。っていうことは、例えばね皆さんがお持ちのサプリメント、いろんなものがあると思いますけれども、その中のね例えば一つですね、腸内環境を整えるようなサプリメントをねご提案したいっていう場合にはどんなヒアリングが必要なのか、これが出てくるわけですよ。例えば食物繊維はしっかり摂れているのかどうか、それから発酵食品は普段から食べているのかどうか、そして便通はいいのか悪いのか、こういった要素っていうのは必ず含まれてくるんですね。なので最終的にですよ、皆さんがご提案したい内容があると思うんですね。これがお客様の悩み、日常生活とリンクしていない限りね、お客様は提案されても、なんでそれを私に提案するんですかっていうちょっとした疑問を持つようになるわけです。この疑問を持たれてしまうとですね、お客様はエステティシャンの提案に対して検討しますっていう言葉に必ずなるということなんですね。なので何度も話しますけれども、今回のテーマであったカウンセリングのですね契約率の9割に影響するものっていうのは、プレカウンセリングとインカウンセリングでお客様のヒアリングをちゃんとすると。でこのヒアリングがちゃんとできてくれば提案が正しくなると、お客様に合ったものが提案できるようになる。お客様に合ったものっていうのはどういうことかっていうと、お客様が価値を感じやすい提案ということですね。そうなると制約率、契約率っていうのは高くなっていきますよという話なんですね。なのでですね、プレカウンセリングでのヒアリング、そしてインカウンセリングの中でのヒアリング、この辺をしっかりとやっていくと。でもっと言うとですね、お客様からですね人としての信用を勝ち取ったりですね、プロとしての信頼を勝ち取る、そしてですねお客様とのコミュニケーションをしっかりとってですね安心感を与えたりしていくことによって、最後のご提案っていうのがスムーズになっていくよという話なんですね。はい、まあ、カウンセリングの制約率に影響するものっていうのは今回挙げたものだけではなくて、もういろんな細かい要素っていうのはあるんですけれども、ざっくりねお伝えしたプレカウンセリングとインカウンセリングでしっかりとお客様の情報を聞き出すということをまず大前提としてやっていただかないと、何度も言います、クロージングでお客様に合ったもの、価値あるものを提供できないというふうになりますから、カウンセリングのですね制約率の9割にね影響するものっていうのはプレカウンセリングとインカウンセリングのヒアリング、これが大事だと、はい、いうことです。はい、ということで、皆さん今回の動画いかがでしたでしょうか。カウンセリングのね契約率を上げたいという方は、とにかくですねこの動画の内容のですねプレカウンセリングとインカウンセリングのヒアリングをとにかく徹底してやっていくと、そして深掘りまでしっかりやっていくと、お客様に寄り添ったヒアリング、ね、寄り添った聞き方、はい、こういったことをまず徹底してやっていただくと、そしてお客様に対してのクロージングをぜひ、ね、やっていただきたいと思います。はい、そうすることで必ずですね契約率が上がっていきますので、ぜひ、ね、実践していただきたいと思います。はい、ということで今回の動画に対するですね感想とか質問などありましたらね、ぜひ、ね、コメント欄にお願いいたします。それからですね、まだチャンネル登録をしていないという方はですね、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ということで、またお会いしましょう。